は朝から黙ってた。ママもパパに合わせて静かにしてたわ。私はって言うとつい頬笑んでいそうで、目線ずらしてたわ。でも言わなくちゃいけないのよね。長々お世話になりましたなんて言いかけたらパパ急にお話し始めちゃったりしてさ。でもねパパママ、私二人のことも手幸せだったわ。今だから言っちゃうけどさ、私とっくにバージンじゃないのよ。でも安心してね、相手は今コチコチになってる隣の人。そんな顔して怒っちゃ嫌だ。今世の中じゃ当たり前よ、この日まで。お預けなんて愛してる人にできるわけないでしょう。でもねパパママ私二人のことも手幸せだったわ。パパ分かってくれるって言ったけど、昔一緒のウェディングドレスにしたの。もったいないって気持ちもあったけど、それだけじゃないのよ。これを着た前の人の幸せをもらっちゃえればいいな、なんて思う。もちろん次の人にも私の幸せ少し置いてく。でもねパパママ私二人のことも手幸せだったわ。誰かなんて私のんびりした花嫁さんでしょ。彼の顔と代わりパンコにパパ、あなたの顔見つめていたのよ。昔昔パパとした頬ずり、今日からこの人とするの。どんどん進んでく。パパとママに花束贈呈の時間。パパはうつむいたまま泣いてるんだもの。私だって泣いちゃう。パパが一番好きなのよな。私だ